こんにちは、総合企画の山崎です。冷房嫌いな人でも快適に過ごせる平屋作りのために、その6、屋根に近い空間が暑くなるというお話です。これまでに夏は上から来る熱量が圧倒的に多くなりますよというお話をしてきました。それによって屋根に近い空間が暑くなるということですね。2階建てであれば2階、平屋であれば家全体が、あるいはロフトを作ればロフトが、そういった屋根に近い空間が暑くなるということになってくるわけです。ですので、全ての空間が屋根に近い平屋、どう暑さ対策をするのか、非常に快適な平屋を作る上では重要な課題となってきます。詳しくは総合企画ホームページからどうぞ。